上官儀は、7世紀の中国東大の詩人、政治家。字は、優勝。先週宣言の出身。本願は、老聖軍城、兼。総祖父は、北州の定常軍大衆の上官会。祖父は、北州の州士士の上官県。父は、隋の江戸宮副官の上官広氏。子は、上官には芝、上官には明。孫娘は、女流詩人の上官園児。 幼少時に、訳があって、謝門とされ、釈典に通じ、加えて、敬詞を少量し、文を良くする。上願書年に真摯に求代し、体操に召され、公文館自家学士に任じられ、秘書郎に進んでいる。体操は文を表すたびに、上官儀に目を通させたという。また、新庄の線に関与し、完成後、秘書郎に転じ、構想即位の後は、秘書召喚に任命される。 さらに、流祖二年に銀は青江六大部、西大二郎、同東在来三品に進んだ。上官儀は、文史、とりわけ陸長風のごこ年に引い出ており、その多くの作品は、皇帝の命に応じて作られたものである。その詩風は、地彩り寺たち、奇作縁コビをもって、本としており、成立と待遇を重んじている。貴族、高官の間でその死体を習う者が続出し、 当時の人はこれを上官隊と称している。また、追区の,の方法を定め、対、守るの方法を、六隊八隊に機能し、立志の成立にも貢献している。側転、武功の応募が、あらわになり、近中に出入りをしていた、各駒という同士が呪術を成したと、官官の王副将が告発したのに構想は立腹し、上官儀を召し出して相談した。上官儀は、 皇帝のために御事の乗りを得て、武功を廃そうとしたが、これがかえって、武功の知るところとなり、武功に深く恨まれ、林徳元年十二月、料理中の義獄に連座し、残言に会い、獄中で没死、その家屋、財産は没収された。中宗の時期、中書令、旗州都督、祖国公を追造された。四文集三十巻は日本にも伝わったと言われるが、現存しているわ。 入長楽、つみあゆみずきなど、歌に十首だけであり、前頭詞に一巻が残されている。ありがとうございます。